る、出た出た、追ってる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 。はいさい、はいさい、なんとですね、我々ハテルマ島に来ております。はじめまして、ハテルマ島。はい、ハテルマ島はですね、沖縄県一と言っていいほど超かえぐいぞ列島なんですよ。ここでですね、島の人から SOS が来てて、居酒屋さんやってる方がいて、はい、リュウさん、はい、お魚がないそうなんですよ。魚がない、魚がない、今冷蔵庫に魚がガチでないらしくて。ああ、お店で出す用の魚がないってことね。うん、こっち漁業的にはどんななのかな、そんなに盛んではないのか。漁業がないって言ってたよ、ね。ああ、じゃあもう仕入れてるのか、か自分たち漁業権はあるけど、うん、自分たちでこう釣りに行くかどうかみたいな。あ、自分たち釣ったりとか、あとはもう、石垣から、石垣本島からこう、はい、魚が来てみたいなのあるらしいけど、今それ大変だね。今もう魚がないらしい、じゃあもうそれを釣ってほしいっていうのと、あと今年ガーラと、ミーバイがやばいって、すごいって、今回ね、このハテルマで、はい、ガーラ、ミーバイをどっちか釣れたらなと思っておりますね。はい、じゃあ釣れた魚は、リュウさんの居酒屋に。居酒屋に、うん、OK です、わかりました。いっぱい釣っていきましょう。はい、ちなみにツーバーがガーラ最近あげたよね。ハテル浜、ハテル浜で25キロぐらい、はい、で森はまだGTA とかはプライベート以外ではまだ撮影であげてないよね。まだプライベートはバディであるね。船だけかな、船だけか、船だけ。今回釣れるチャンスがあると思うんで、打ち込み竿での大きいやつはないな、まだ。うん、腰自信。俺座るから立たないからね。そこ座るから、スタンディングではない、うん、すぐ座る、すぐ座る。ああ、正解じゃないから、うん、今からですね、その GT やミーバイが狙えるような場所に行くんですけど、オキテーボーですね。カセの魚もね、ちょっとかなり居酒屋さんで欲しいというので、はい、島のピンチというので、はい、のサイズがいいって言ってたね。あ、言ってたね。これぐらいのミーバイが一番嬉しいって言ってた、うん、あとイラブちゃんも嬉しいって言ってたから。イラブちゃんも言ってたね。ちょっと現場に行きますか、じゃあ。はいはい、はい、ちょっとね、出発前に見てください。真下にでかいトカジャーがいますね。マジでかい、でかいトカジャー。50ありそう。これが普通にいるっていうのがこの島のすごいところなんですよ。タフカセやるならハテルマは最強ってよくひっちゃん言ってましたね。はい、到着して日差しがハテルマはやばいので、ミチュニーニーからタープ借りました。これがあるないでだいぶ変わる。ありがとうございます。早速準備の方やってるんですが、ツーバーはまずでっかいルア、夢を追いましょうね、うん、モンスター釣ってください。336ははい、釣れるの準備もしましょうね、うん、一応潮の流れが良かったら、うん、ミーバイもそうけど、なんか大町のイメージ勝てるな。ちなみに何日か前に、うん、車に上がったよっていう、うん、ミーバイですね。ミーバイが上がってる、しかも連日で上がってるからチャンスだよっていう島の人が言ってて、うん、これ初日にしてミーバイ行っちゃう。もうちなみに、はい、この堤防人全然渡ってないから、うん、魚はいるはず。これ何年か前に僕とツーバーいたよね、対決の時、ブラグに対決した時に渡ったんですよ。過去に来たんですよ、ここ、はいはいはい、その時ガラサーも連れて、でしかもあの日以来誰も渡ってないらしいんですよね。あの日以来渡ってないって言った最後、相当寝かしてる。 2年以上経つ、うん、相当寝てるから、うん、そろそろ目覚まし時計鳴らした方がいいです。魚も相当でかくなってるこっちにいつきのがいるんだった、うん、なんかツーバーがルアーでなんかってね、段差ぐらいでなんか惜しかったなって思う。60センチぐらいの胸垢がここからビョンって振ってルアーでかけて、もらえたポテンシャルはすごい。22年が多分こんぐらいのカスミ釣ってましたね。島で潜ってる人は泳い出したから の話なんだけど、うん、ここアーラいるよって言ってた。あ、行ってたね。うん、アーラいるよ。10キロぐらいって言ってたけど、うん、泳いでたよって言ってた、うん、一緒に泳いでみたいな、なんか友達感覚で言うから、うん、お、結構短いやんけみたいな。一本は泳がせで準備をしましょう。じゃあ泳がせもね、やってもいいかもね。いい魚だと思います。うん、もうちょっと楽しみですね。楽しみだね。はい、ちょっと早速準備やっていきます。
当パキスタン。下も大きい魚が多いですね。なんだろう。深さの魚っぽくはなかったけど、うん。見に来てたんじゃん、ルアー。かな。230センチあるんすか。230mm。230センチ。なんかこっち、うん、まあ、前回も来てるからなんですけど、あの何一文字なんだけど、うん、そこまでどんぶかな場所じゃないんですよ。浅いよね、うん、一文字他のところと比べたらここだけなんか深くなってて、だんだんと浅くなってる感じ。ここら辺に関しては水深5メーターもないからね、うん、普通に飛び降りたら怪我するぐらいの、うん、足つく足つく。とりあえず今大きいの投げて、うん、魚の反応見ながら。これ出た出た、追ってる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 。赤人じゃないあれ。え、追ってる追ってる。あ、胸赤だ。胸赤にヒット1点増えない。だこんなだわけよ。すごっ。ちょっと今投げるのやめようね。なんで。いや、フォロー入れれる、フォロー入れれる仕掛けがないから。あ、これが寝かした威力かもしれない、うん、今多分ここでワンちゃんちっちゃいのを組んでたか、うん、一応ルアーを追ってるから可能性どんなか分からんけど、あのキビナゴとかポポって巻いたら、うん、それを食えば今もうリュウさん大喜びの胸やか。ちょっと336に来たいですね。これは336のスルルに来たいです、うん、しかもあの336さんあれもいたよ。安定のあのでかいヤマトビもいたよ。胸やかたらバーン。あの赤いやつもしかしてリュウさんが喜ばなそうな。あのお店で出せないやつ。赤いヤマトビは四方ら持ってるってよく言われるんですよ。たぶん俺の感覚、うん、開かないよりヤバい気する。うん、なんかヤマトビ赤いのはヤバいよっつって、うん、だって、うん、海ん中間も、うん、あこれ食べれないよって言うから、うん、赤なとか島によってはいいとか悪いとか言うけど、うん、どこの島でもあれはダメっていう。あれはダメっていう、ね、だからたぶんあれが一番しがてらヤバいはず。わかる、俺もそんな気もする。ありますね、あのスルルですね。キビナゴをこう流してこう魚を釣ろうかなっていう、うん、浮きで今ね、ラインがあってこうキビナゴがあって、少しずつこのダーッとこう生かすんですけど、沈めながらこのキビナゴ、うん、このキビナゴがですね、普段だったらもうやるときこのキビナゴ投げて、巻き絵みたいにしてやるんですけど、なんとこのキビナゴ今全国的にないらしいんですよ。全然ないらしい。取れてないらしい。2年ぐらいは取れてない。うん、で今沖縄県も今このサイズがあればまあいいかなぐらいの、うん、今までだったらこんな大きいね。何キロ ?3 キロ ?3 キロで3000円とか。昔は安い時は3キロ3000円で、今これが600円とかだったかな。うん、それぐらいしますね。600円。ちょっとこれ大きくて900円とかするんですよ。そう、500グラムがもう900円とか。3キロ3000円が500グラム900円だったんですよ。2倍以上になる。すごい。で、これは大変だってことで、今回こちらイワシですね。タレイワシだったかな、はい、今これが巻き絵の代わりになってるらしい。これを今巻き絵にやるっていうのが主流になってますね。よいしょ。キビナゴと全然違うね。ね、キビナゴと全然違う。やっぱ少しあのこれね、ちょっとまあ少し脆いというか、うん、あれですけど、ただ、まあ、巻いてその呼ぶのには全然効果あると思うので、刺し絵はこれキビナゴで、はい、針につけるのはこちら、うん、で巻くのはこちらっていう形で。さっきの胸が釣ってほしいな。ね、50センチぐらい。やばいやんけ。リュウさんだったら、これじゃあ島の居酒屋のこのリュウさん相当喜ぶんじゃない。喜ぶと思う。あれは今マジで魚がないらしくて、ね、冷蔵庫見るかっつって、うん、一応見せてもらってないけどまだ、うん、ちょっとないらしいマジで、うん、結構食い気味にしてね。見るか、本当に見るかって、本当に見るっつってあの2つあるけど空っぽでよとか言って本当に今島もピンチらしいですね。ね、まあ、梅雨もあったかしね、ね、天候も荒れて、ハテルもちょっとね、川地辺が長いですさ、はい、季節風が、うん、長くて海に出れたらいいのもあったりするです。風が吹いたらフェリーも来れないから ね、うん、最南端の有人島だっけ。あ、そんな感じだった気がする、ね、うん、一番離れてるんだったら食料問題はね、あるよね、あるよね。じゃあ、ちょっと一旦少しです、巻きます。で、あんましバカバカ巻かんでいい気もするし、あ、トントン定期的に。そう、今5、6粒ぐらい巻いてたと思うんですけど、うん、あのぐらいを。そう、そうですね、うん、定期的に。わかりました。はい、お願いします。はい、行きます。
今魚が拾いに行った。なんか拾いに行ったな。なんかいますよ。うい、なんか集まってきてる。はい、うい、すごっ、来てる来てるやつだわ。早速投入した方がいい。じゃあちょっと君の子投入してみようね。あの下にいるの何かな。でかい黒くてよ、なんかな、40、40ぐらい。なんか赤菜っぽくも見えるし。あ、最高赤菜。最高じゃないだろ。最高刺身煮付け。あ、マダラトルミか。タルミちゃん、タール、タール、タール、どっちかすらの黒さで、イメージこの辺に入れてほしいです。あ、この辺に、わかりました。あ、そうっすね。ツーバーイメージの映像。さあ、今ツーバーがイワシを巻いてくれました。なんかいるよ、なんかいるよ。あれ、イスズミじゃない、ズミか。あの、ちっちゃいやつらに釣られて大きいの出てこないかな。ねえ、されたん。見て、ちっちゃ、された。あー、なんかいるわけ。俺も、うん、あの急な音が叩いてる。もともとこれ、もともとこれが半分にされました。なんかいるぞ。ここでですね、あの深瀬なんですけど、イスズミがあのちらほらいるんですよね。なんか餌撒いたら消えるやつがいるんですよ、ここに。それをちょっと狙おうみたいな感じですね。さあ、そして今こんな感じですね。魚が集まってきますよ、ちっちゃいのが。黒いのがいる。おお、来た来た。え、いいんすか。はい、いいんすか。もちろん。よし。足元に置くだけでいいじゃないですか。こんな感じ？ですです。はい。こんな感じに行くんだろうかい。どうする？マジ？ナイス！おわーし！よっしゃ、グルクンだ！ナイス！よっしゃ、グルクン来た！よっしゃ、キーパーに入れよう！キーパーに入れましょう！よっしゃー！はい、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 ナイス！グルクンが釣れました！キラー！ナイス！キラーグル君、キラーグル君、この子はじゃあここにこっち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 、あ、ありがとう。ナイス。あい、だけど飲んでるな。あ、本当だ、飲んでる。何年か前来た時、うん、グル君いなかったよね。いなかった。なんか太ってるね。太ってるね。生きてたら、飲んでなかったら俺が最高だったかもね。うん、これはもうすぐリュウさんのお土産で。そうだね。血ある程度出したら氷に入れていいんじゃないかな。うん、飲食店のピンチ。お魚をあげようのコーナーを良くするために血抜きっすね。オッケー。さあ、神経を閉まってても口も閉めました。オッケー、ありがとう。はい、いや、グル君いっぱい生きてるのつって追い出しましょう、次。あ、Thank you。 そうだね。はい、死にでかい、赤菜、やばい。さっき巻いたイワシ食ってる、半端ない。うぅ、死にでかい。やばい。うわ、圧巻だったね。え、どちら？赤な時に圧巻ってこと？あかんな。死にでかい。おぉ、ちっちゃい。あれやっぱマダラタラみたいな最初に見えてたの。いいね。うわ、でかい。マジでかい。死にかチャンスタイム。あ、どうする？やって、ツバ。やって。やってツバ。あ、いいよ。森さんが準備してる。やって。やってよ。これ。キビナゴのさは一回待ちましょうね、サンザノクさん。あれじゃ取れないな。多分テトラに行かれたら取れんはず。ちょっとグル君どこやったの？この臓器で。うん、うん、死に拾ってる、やばい。アラデイしてる、やばい。あ、死に動き早い、やばいやばい、うるうるやばい。やばやばいな。こいつルアーに。ルアーに餌。こいつなんか。ダメか、それは。ダメか。ルアーに餌つけるは意味わかんないでしょ。俺なんかもう、あ、こいつにつけたらもうあの食うんじゃないかレベルで。
いけるの？それは舐めすぎか？それはこれだ、強いのでやろう、ちゃんと、うん、赤菜2匹、赤菜2匹、うううう、見て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 、うおお、なんで見切った、うわ、下にもいる、うわ、2匹、うわかっこいい、うわ、3匹いる、今3匹くらいなかった、あれ、うわ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 、やばい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 、ちっちゃいのと大きいの2匹、やばいやばい、死にやばい、俺今ちゃが、あの今もうめっちゃこれ逃したら終わりと思ってる今焦らすか、ハリモンの失敗したよ、さあ丁寧に丁寧に、そういう時こそしっかりこれでいいやでやって取れんかったら逃げるから、ここのエキスだけ、エキスだけ巻いてるから、エキスだけ、エキスだけ、え、ちょ大事、思わせぶり大事、今あの加水、加水餌で頑張ってる今森の加水餌であの頑張ってるから、あのほぼほぼ身がない加水、加水餌でやってるから、君なんか3つぐらいつけるか、うん、それでいけるはず、おおおお、ドラッグ大丈夫、よく見ようね、しかもハンドルのキャップついてないさ、ハンドルがついてない、アスラさんで、そう、アスラさん右ハンドルなのかなと思った、さあ、336さんはエキスだけ巻いて、エキス、あの、今カスイエス巻いてる、てか死に増えてる魚ないけどってなってる、ない、ないけどなんかいるなみたいな、うん、たまに、たまに顔が入るたまにイワシの顔が入るカメラ的に、うわ下にいますよ、あ、あカナダ、うわ食ったね、けどあれ2番目にでかいやつだな、ファーストがいなくなってる、さあ、モリ、投入で、テトラに行かさんためにあっちから投げるんだろうな、さあ入った、いましたよ、今までエキス、エキスしか与えてなかったから多分今食うはずよ、やばい、久しぶりに見失った、おい、来た、おい、おー、キラった、キラった、あ、まだ開かないよ、開かないよ、開かない、来た、ちっちゃいの方が来た、だけど帰っていくな、案外賢いマン、本体巻いてみますか、本体行くか、はい、この辺に巻いた方がいい、あ、いいっすよ、バッチリ、はい、いいっすね、本命、先エキスから本命ですね、ね、さあどうだ、おー、イスズミが食いに来た、ありゃー、ミミジャーが食ってる、あれちょっとレア、今いるのイスズミとトカジャーとグルクン、多分このグルクン釣ったら出てきそう、グルクン釣る、それが早いかも、かしこ、そんなそんな話、それはどうですか、なんかたまに赤菜が来て、これ今お店下泳いでるんですけど、だからなんか、うん、その釣りたい餌のグルクンとかが、うん、びっくりして散ったりします、あ、赤菜来てから、そうそうそう、例えてこの赤菜来ないんだよね、そう、うん、さっきのリュウさんにあげるためのグルクンを餌にするかどうか、もったいないよね、ちょっと一匹しかないからね、それで居酒屋に持って行って、ちょ、赤菜っていうのも気まずいよな、うん、そうだね、まだ釣り人を頼むもの、あんだけ大きい赤菜みたいな、やっぱ釣りたいっていうのもあるからな、そう、今すごい葛藤だ、葛藤、うわグルクチュッてして割り寄ったな、フレンチキスだった、フレンチキスだったな、グルクンです、ナイス、生かしときましょう、
おい、ナイス、大トリリース。ラッキー。ちゃんとしよう。よっしゃー、いいのかけたよ。森さん行くと、いいのかけしてる。いいね、さっき決めなくて。ジョ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 、ラッキー。これは喜ぶでしょ。これは喜ぶ、喜ぶ魚。カメラ見ながら、カメラ見ながら、カメラ見ながら。二刀流はむずいっすね。カメラしながらは。はい、オッケー。ナイス。これ上げてもらっていいですか。ありがとう。いいね。これはもうお土産代表魚なんで、切り刻んで餌です。高級魚。どういうこと？どっち？よいしょ。ナイスサイズ。ちょうどいいお店のあれじゃない。だからね。おい。こっち。こっち。もっと出せ。もっと出したい。ありがとうございます。はい。これも高価かわいいです。積み木してから。そうだね。かわいい。そんなあざなんかおできみたいなのあるんだね。これがミミジャード。ミミジャードの耳を。あ、そういうことですか。へえー。すごっ。しかもエラここから始まってるわけ。危ない、切れるぞ。切れです。ありがとうございます。あ、突っ込もうとしてる、穴に突っ込もうとしてる。耐えて耐えて、やばい。耐えて耐えて、頑張れ。どうだ、笹原くん食ってるのか。これは頑張れ頑張れ頑張れ。魚が先だ、魚が先だ。うわー、突っ込んでる。出るか。おーし、来た。でかいぞこれ。おーしゃー、飛んだ。